はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はギルドについて話してみようと思います。後で褒めてあげてくださいね。はい、ギルド画面にしました。今私が所属させていただいてるギルドのとこですね、画面ですね。許可取ってないので、ほとんど伏せ字というか伏せておりますけども、ギルド自体はね、入った方がいいと思います。まあね、ギルドがそんなに活発でないところだったらすぐに脱退して、ね、動いているようなところに自分から飛び込んでいった方がいいんじゃないかなと思います。まあ、ツイッターとかでね、拾ってくださいって見かけますけども、やっぱり自分から飛び込む、強くなりたいんだったら飛び込んでいった方がいいと思います。強くなくてもいいやっていう方だったらそれでもいいとは思うんですけどもね、やっぱりゲームをやる以上はね、強くなろうっていうのが必然だと思うので、恥ずかしがらずに飛び込んでいったらいいと思います。合わなければね、そこを出ていくっていう感じでいいと思います。別にね、人の集団なんで合う合わないって絶対にあるので、そこをねいちいち気にしてるよりも、気の合うメンバーと一緒に楽しく毎日過ごした方がいいんじゃないかなと思います。ではですね、ちょっと説明していきますけども、ちょっと見えにくいですけども、ここがね、ギルドの、ランクですね。で、ギルドの名前、そしてギルド長のね、ギルドマスターですかね、のコメントですね。で、こっちが掲示板ですね。ここも伏せてもらってます。ギルドイベントがあればここをポーンとすると、開催中のイベントはありませんということなんで変化はしませんけども、でもやっぱり、ギルドは所属していると結構心強いものです。そしてギルドメンバー一覧ですね、誰が所属しているのかっていうのもわかりますけども、一括応援、一括応援をすると、まあ、応援すると、メンバー全員のね、自分以外のメンバー分29人ですね、29人分の、AP が回復します。 AP が回復します。そしてですね、ミッションでも、今日のミッションを確認しに来たんですか。もうギルドメンバーを1回応援しようで AP20 ポイントですね。さらに、ギルドメンバー全員が、応援をねこちら側にやってくれた場合は、自分側にやってくれた場合は4ポイント入ってきますので、合計で165ポイント、間違ってないかな、165ポイント AP が毎日、自分の、ボーナスとしてもらえるようになりますので、やっぱり、持ってた方がいいんじゃないかなと思います。わかりなさい、黒く、うん、ギルドに入った方がいいと思います。特にね、皆さん活発に動いてくれるところですね。別にランクは問わずに活発に動いてくれてるところがいいと思います。ギルドイベントが始まるとね、また話は変わってくるんですけども、そうなってくるとやっぱり強いギルドにいるとは思うんですけど、そうなってくるとまた、ルールが厳しかったりねすると思うんですけども、中にはね、トップなのにめちゃめちゃ優しいところだってあるはずなので、自分があったところに入ってみればいいんじゃないかなと思います。新規でね作るのもいいとは思いますけどね、やっぱり早く強くなろうと思ったら、ギルドのね、ランクが高いところに入っていろいろとね教えてもらって、ルールとかね、武器、この武器がいいよとかいろいろな情報を流してくれますので、入ってみた方がいいと思います。まずは飛び込んでみましょうということですね。あとはそうですね、今月10月、中旬ぐらいですかね、これですね、2
人気ライバー参戦、ギルドイベント開催決定ということでですね、二次三次さんが、参戦されるということですね。まあここら辺はいいとしてですね、まあ問題、まあだったのと言った方がいいんですかね。問題だったのがね、以前はここの報酬なんですけども、ギルドコインで交換だったんですけども、ライバー参加ライバーがギルドマスターのギルドのイベントランクよりも上位になったギルドのメンバーには特別報酬をプレゼント予定です。これあれの原因ですね。これを受けて昨日運営の方がね、また報酬の方法を変えると言われてますので、まあ いい結果になってくれることをお願いしたいですね。もうライバーさん目当てで始めた方もね、喜ぶような形になればなと思います。本当にね、新規で始めた方ですよね。スマホで始めた方たちは絶対に追いついてないので、まずギルド探しから始まるんでね。そこら辺って、そのギルドに入ったとしても、やっぱり武器や、キャラクターが揃ってない、育ってない状況なので、こういう、まあ、ランクより上っていうのを目指しにくいんで、あんまり喜ばれない状況なんで、まあ変えてくれるっていうことは良いことかなとは思います。まあ結果待ちですね。報告を聞いてからまたどうなったのっていう感じですね。まあギルドについてはね、本当に入った方がいいとは思うので、皆さんね、どんどん、申し込んでみたらいいと思います。入れればラッキーみたいな感じで上位ギルドに狙ってもいいんじゃないんですかね。上位のギルドさんにとってはこういう言い方っていうのは結構迷惑な話だとは思うんですけども、ただね、拾ってくれって言われても拾うもんじゃないですからね。もう自分でずかずかと行くしか方法がないと思います。まあね、これくらいにしておいて今回の動画はこれで終わりたいと思います。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またね、どっかの動画でお会いいたしましょう。では、ラーサバタイ。最後までご覧いただき誠にありがとうございます。ご意見、ご感想などありましたらコメント欄にお願いいたします。動画の評価、チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。またどっかの動画でお会いいたしましょう。では、ラサバタイ。